チャトラの天空姉妹。皆様こんにちは、こんばんは。天空姉妹チャンネルにようこそ。ナレーション担当のリンサニャンビー。姉貴眠たい顔してるね。おー、母ちゃんやるのか。いいね、テンさんも楽しみ。それで何やるんだ。栗の鬼皮むく超時短方法にゃんべな。みんな期待してるにゃんべよ。頑張ってー。栗さんの鬼皮をむくを超時短でやる母ちゃん風やるよー。生栗を2日間冷凍したよ。ジップロックの袋があればよりいいよ。この前栗食べたからこんだけしかないけどやるね。ここはね、倍速ね。沸騰したお湯を入れまーしゅ。そして5分浸しまーしゅ。5分の時間はね、1曲ね、大きい声で歌うとね、あっという間に時間経つよ。いい湯だな、あああ、こんな感じ。よーし、5分経ちましたにゃんべ。さあ母ちゃんやって。鬼が向いて超時短でね。クリさんの前と後ろに包丁切り込み入れて、指がね入るぐらい。鬼って聞くだけで怖いよね。まるで母ちゃんそのまま指が入るところから向いてみてにゃんべね。こうしてやるみたい。母ちゃん、ね、意外とポロンっていく。もう一回やってみるね。これは母ちゃん風なので皆様ご理解をお願いします。冷凍することでね、甘みもね増すんですよ。これがね、甘々ホクホクの栗。母ちゃんやってるけど指は痛くないそうです。こんな美味しい栗を簡単に剥いて秋を楽しみたいね。渋皮をそのまま使う料理ならこれで終わりにゃんべよ。皆さんは栗をどんな料理にするのかな。母ちゃんはね、いつもね栗もらうと栗ご飯です。これで鬼皮むき終わりにゃんべ。ここも倍速ね。おまけです、おまけ。渋皮を包丁で切るね。母ちゃん、母ちゃん風知恵袋終わったにゃんべね。皆様の役に立つといいにゃんべね。栗うまうますぎる。姉貴の分まで食べちゃうにゃんべよ。みんな内緒だよ。栗は美味しいね。うん、栗返し見てね。見てくれてありがとうにゃんで。